1941年3月28日、ベルリン訪問中の松岡洋介外相とスターマー、ビルヘルムカイテル、ハンス・ハインリヒラマース・ハインリヒゲオルク・スターマーは、ドイツの外交官。対戦中の中日ドイツ大使を務めた。スターマーとも表記。1892年に、ドイツ帝国のハンブルクで生まれる。第一次世界大戦の従軍で1915年に、 鉄十字勲章を受賞。大戦終結後の1919 19年から1920年に、かけて南アメリカに研修に行く。ナチ党の権力掌握後の1934年、軍縮問題全権代表、ヨアヒム・フォン・リッペントロップが、国家社会主義ドイツ労働者党内の非公式な外交機関として設立した、リッントロップ事務所に加わった。 1936年の日独冒険協定締結に関わる。1938年からは外相となった立憲トロップの側近として日独意三国同盟の締結に関わった。1940年8月13日にはベルリンの日本大使館に正式な同盟締結に向けた交渉を通達。9月7日に立憲トロップの指揮の下で 特派講使として来日し、オイゲンオット中日大使と共に、親ドイツ派として知られた松岡洋介外相との交渉に当たった。日独遺産国同盟の締結交渉などにおける貢献が認められ、1941年10月にリッペントロップより中南近国民政府特命全権大使に任命され日本を離れた。しかしその後1943年2月に、前月に、 ゾルゲ事件の首謀者のリハルト・ゾルゲとの親しい関係を問われて解任された夫に代わる中日特命全権大使に就任する。以後、ドイツの敗戦まで中日大使を務めたものの大使館付け警察部関係 SD 代表のヨーゼフ・マイジンガーによる在日ドイツ人に対する思想取り締まりなどに理解を示したことなどから在日ドイツ人のみならず旧大使館員からも反感を買った。 1944年夏以降に、東京への連合国軍機の空襲の可能性が出てきたことにより、中日ドイツ大使館は一部の通信班を残して、川口湖畔の富士ビルホテルとと世田谷区成城に、スターマーは箱根宮の下の富士屋ホテルに分離疎開した。1945年5月には、アドルフ・ヒトラーの自殺を受けてスターマーは、 中日ドイツ大使館において、おそらく世界中にあるドイツの公的機関として、唯一の追悼式を行って、ヒトラーの死を言ったんだ。しかし、日本の首相や外相の参列はなく、外務省の議展課長のみが、式典に参列した。5月8日のドイツ降伏とその後の連合国軍によるドイツ占領、つまりドイツ国政府及び国家の消滅後も、 中日ドイツ大使として振る舞っていたが5月25日の東京大空襲で大使館が消失した。さらにドイツ降伏から1ヶ月後の6月8日に日本政府はドイツ政府がもはや存在しないとしてドイツ大使館並びにドイツ領事館の職務執行停止を正式に通告したことで中日ドイツ大使及び外交官としての地位を喪失した。なおこの際に 日本政府は、ドイツ国大使のスターマー宛てに5月に消失した旧ドイツ大使館の跡地を外務省の管理下に移すことを通知している。これにより、外交特権も正式に剥奪されたものの、その後も大使前として、旧大使館員や在日ドイツ人に対し命令を下していた上に、マイジンガーによる在日ドイツ人の思想取締りなどを放置していたため、 6月11日には、マイジンガーラ一部を除く旧、ドイツ大使館員一同により解任韓国と以降の命令無視を通告された。同年8月に、日本の敗戦を受けて、9月には、マイジンガーラ数名の旧ナチス党東京支部幹部らと、共にアメリカ軍によって逮捕され、スガモプリズムへ送られた。1947年6月17日には、証人として、 極東国際軍事裁判に出廷している。同年9月にドイツへ送還され、1948年9月に釈放される。その後はリヒテンシュタインに移住し、スイスの武器メーカーに勤めた。また、リヒテンシュタインの伯爵の称号を得た。1978年にファドゥーツで死去。ありがとうございます。